ZOZO マリンスタジアムには大観衆が詰めかけています。千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、やはり注目は両チームの一番バッターですよね。そうですね、やっぱり2人の出塁がこの試合の鍵を握っていると僕は思いますけどね。一番バッターが出塁できるんでしょうか。打席には4番バッター安田、チャンスが広がっています。さあマリーンズ、さよならのチャンスを迎えています。ここはゲッツー狙いのボールには気をつけたいですよね。そうですね。センターへ持っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーはサヨナラか、サヨナラなるか。ホームイン、決めた安田、サヨナラのタイムリーヒット。なんという劇的な幕切れ。4番の仕事を見事に果たしてくれました。打ったバッターはもみくちゃ。千葉ロッテマリーンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。赤星さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。いやー、これはなかなか味わえない最高の瞬間なんですよね。そうでしょうね。本当に素晴らしい表情をしています。勝ったマリーンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のホークスですが、惜しくも敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはマリーンズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。本日は最後までご観戦いただきまして誠にありがとうございました。どちら様もお忘れ物、落とし物のございませんようお気をつけてお帰りくださいませ。